おやすみなさい。投稿前日の深夜22時です。どうも、おやすみなや。どうも、この動画はきっと19時くらい投稿されているだろう。気づいたら8月下旬以下がお過ごしでしょうか。ついにエアコンの設定温度29度だと暑すぎるので、下げてしまった。許してくれギルティー。はい、ということで今日はこういう動画です。原上の復刻ペースが激地ガチャを復刻で追加するべき。軽く補足すると、復刻の流れがウェンティの 1.4 からあったのですが、途切れたので、このまま行くと、一生復刻回らないんじゃねって話題になっていたので、そちらを紹介する動画になります。要は、ガチャを復刻、新規、工場と3種類用意、武器までいたら毎回5種類になってほしいって感じかな。実際、復刻が滞っているのは確かなので、待ち遠しいって方も多いのではないでしょうか。今回は、そんなユーザーの投稿の紹介になります。それでは行きましょう。復刻は新キャラのバナーと一緒にやるべき。ガチャを我慢する苦痛の多い3週間を防ぐことができるし、新キャラの追加と同時に新規プレイヤーやそのキャラを欲しがっていた人に獲得チャンスを与えることができるから。新キャラが気に入らないのであれば、復刻ガチャを引けばいいのです。そして、これはおそらく実現すると思います。というのも、彼らのもう一つのゲームである崩壊サードでも、最初は原神と同じように、標準バナーとイベントバナーがありました。しかし、今ではそれが変わってしまいました。追伸で、代替案としては、工場に賞や冠を追加してほしいです。そうすると、工場ガチャを引く意味につながると思います。はい、こちらと似たような投稿がもう一つあるので、一部抜粋して紹介したいと思います。で、もしよろしければコメントしてくださる方は、現在復刻されていないキャラクターを所持してるかどうかも合わせてコメントくださると嬉しいです。タルタリア、ウェンティ、クレイも再び将来復刻されると思ってます。しかし、1.4 ではタルタリアとウェンティの復刻バナーとロサリアしかなかったのは残念でした。新しい星5が増えれば増えるほど、今後は復刻が注目されると思います。人道バナーを実装しないと、ゲームがつまらないものになってしまうと思います。希望としては、パッチの度に新しいおつぼしが出ることでワクワクドキドキしたいです。なんか、自分のまとめ方が下手でしたが、新星5が出るたびに復刻が注目されると思う。だから、復刻ガチャを別枠で用意してほしいみたいなニュアンスです。それから、復刻だけでガチャ枠が埋まるのは、持ってる身からするとつまらないって感じかな。まあ、ゆっくりガチャ石を貯められたり、新キャラに備えられるって声が多そうな気がしますが、復刻もセットでガチャが回ってくれるなら自分は気になりませんね。結局好きなキャラクターを引いて、育てるという声が多いので、入手機会が増えるなら賛成ですね。ただ、別枠になるならギリギリでガチャ止めてる人とかいるんかな。まあ、自分は溜まったらどうせすぐ引くので、影響は少ないかな。後で前だけ、石を貯めちゃうけどね、後で後は小刻みに使っちゃう。はい、ということで皆さんはガチャ枠を2つにして復刻ガチャを常時開催してほしいという声。どう思いますか？よかったらコメントしてね。ここからは、こちらの2つの投稿に寄せられたコメントの紹介を進めていこうと思います。ちなみに、片方は賛成多数、片方は反対多数でしたが、どのようなコメントがあるのかじっくり見ていきましょう。復刻ガチャは、ミホヨが新しいキャラクターや新しいアップデートを開発するための時間を与えるためにもあります。私もそう思いました。ちなみに、反対意見のコメントの方が上位に来ていたので、肯定派の意見は少ないかも。しっかり考えてるんだね。いずれはそうなるでしょうが、いくつか考慮していない点があると思います。2つのバナーをサポートするだけの星4キャラクターの数が足りません。3つのバナー期間ごとに星4キャラクターがローテになります。3週間ごとに星5キャラクターを出すことはできないでしょうし、もし復刻専用のバナーがあってアップでの半分は新しい星5を出せないとしたら、5つのサイクルで2つの復刻を行っていることになり、余計につまらなくなります。ガチャのバナーの数が多いのは崩壊サードが3年前から続いているからで、キャラクターが多すぎて内容が充実しすぎているからです。原神はまだ1年目です。再放送で新キャラ禁止になれば、誰もがほとんど誰でも貫突可能になり、プレイヤーにとってもミホヨにとっても長期的には良くない。プレイヤーは全てをやり尽くした感が出てしまうかもしれないし、ミホヨは収益が少なくなるかも。確かに、星4の数はガチャ同時開催だと、復刻入れると常に6人ずつピックアップになってしまうか。星4って意外と追加されないから、星4をわざわざ狙う価値が将来的になくなるかもね。でも、星4を少しでも早く嫁ぎたい人は、嬉しいかもね。他には、キャラクターが復刻しまくってると、わざわざ狙いたいって人は少なくなるかも。どうなんだろ。
星5貫突に関してはほぼほぼ興味がないので、ここに関するコメントをしてくれると嬉しいぜ。新しいプレイヤーとして、お気に入りのキャラクターを手に入れる機会がなかったので、復刻には賛成ですが、ミホヨがパッチごとに新しい星5キャラクターを2体出すというアイデアには納得できません。一つには、ユニークなデザインでストーリーに関連性のあるキャラクターが欲しいということです。それを可能なのかどうか不安になります。そしてもちろん、バランスやゲーム性の問題もあります。神里という意味合いの件で、一方のキャラクターに集中している間、もう一方のキャラクターは無視されてしまうことがわかりました。そして、彼らが中里と呼ばれないキャラクターをわざわざ修正するとは思えません。タルタリアの評価低下やアルベドの花に文句を言っても何も返ってきません。結局のところ、私たちが望んでいるのは、楽しくてバランスの取れたキャラクターで、魅力的なデザインとクールな声優を最低限備えていることだと思います。また、これらのキャラクターがゲーム内で重要な意味を持ち、魅力的な個性やバックストーリーを持っていることを望んでいる人もいます。復刻は嬉しいけど、クオリティを維持できるのか不安。基本的にキャラクターの修正に関しては対応してくれない。というのが気になるって感じかな。まあ、細かい修正はなかなか入らないイメージありますね。タルタリアの元素爆発のカメラバグも修正遅すぎたし、アルベドの花がすぐにでかいボスだと潰されてしまうのも、昔からずっと言われているし。まあ、アルベドに関しては仕様だから我慢しろってきそうだけど、運営にこういう意図で、壊されやすくしていますって言ってもらいたいね。まあ、螺旋みたいな敵が小さいとアルベドすごく優秀なんだけどね。ただ狼やジャクダでスキルがほぼ無力になるのはどうにかするか、何かしらコメントが欲しい。私はガチャを追加すべきだと思います。これは、価値があります。特に新しいプレイヤーにとって、復刻バナーは非常に理にかなっています。他にも、アルベドのような当時人気のなかったガチャを引くチャンスを得られます。欲しいキャラクターを引くゲームって考え方が主流な気がするけど、新キャラはともかく復刻は現在不透明だからな。あと、アルベド復刻だけのガチャ期間って結構辛い説もあるね。カンウ、ショウ、フータオの3人はインパクトすごいけど、アルベドだけ復刻は地味かもしれんね。どうなるかはわからんけどね。はい、今回はガチャの復刻を今のガチャに追加で常時開催してほしい的な動画でした。結局反対意見の方が目立っていたので、反対は多数なのかな。賛成率は見えても、相当票数の見方が自分わかってないんだよね。まあ、今回ベースにした2つのスレッドへのリンクを概要欄に貼っておくのでどちらも見ることをおすすめします。皆さんはこのことについてどう思いますか？よかったら自分がそのキャラクターを持っている場合、持っていない場合で教えてくれると嬉しいかも。いろんな視点でコメントをくださると嬉しいですね。復刻の流れが止まってるから、気になってる人は多そうだよね。ついにアルベドからの関羽かって思ってた人、ガチャについてすごくもどかしそう。推しまでの我慢が試されているね。今後復刻がどうなるか、注目だぜ。ということで、今回の動画はここまでになります。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録して、またお会いしましょう。